はい、入荷したてのオートバイを見る、そんなコーナーでございます。メーカーからね、送られてきて、で、こんな状態。日本のメーカーだともうほぼ完成状態で、まあ、何をするっていうのもないんですけど、はい、それがあんまり海外のメーカーだとね、いろいろ組み立てだとか、あとこう、あれつけたりこれつけたりとかね、そういうのがあるんですよ。うん。はい。という感じで、今回はキムコさんでございますね。キムコ。ターセリー S150、ディープブルーメタリックというカラーリングでございます。あとね、マットシルバーが良かった。申し訳ないですね。物がちょうどなくて、入るのがゴールデンウィーク明けぐらいになっちゃうっていうね。まあ、通関とかあるんで、そうですよ。下手するとやっぱりそうなっちゃうんですよね。なので、まあ、金額は高くなるし、さらにね、時間もかかるじゃね、ちょっとあれだっていうことで、で、これだ、こっちの色の方だったらありますっていうね、ことだったので、うん。じゃあ、いろいろね、やっぱ悩まれて、じゃあ、ブルーにしますっていうことでね、はい。で、マットシルバーしかないときは、いや、ブルーが出たらブルーが欲しいっていう方もね、こんな難しいですよね、本当にね。そういうところが難しいんですけど、はい。こんな感じにね、まあ、以前の動画でもね、ありますんで、あれですが、まあ、こんな感じで来ます。はい。で、こう、カバーがね、ダンボールで挟んで、ね、今日雨降ってたんで、まあ、運送屋さんね、箱車ですか箱車じゃないんですか、どっちですか箱車じゃないとまずいですよね。大変なことになっちゃいますよね。うん、まあ、こういうね、びしょびしょになっちゃってるんですけど、まあ、とりあえずこれちょっと剥がす。ね。で、バッテリーはここに入れるんですけどね。はい。こんな状態ですよ。で、あとだから、ターセリーの場合はスクリーンがついたりナックルバイザーがあるんですけど、そういうのもついてません。はい。これはね、販売品です。あと、箱の方もそうですね。箱のベースもついてないですし、あと、組み立て。うん。鍵入れたりね、なんだりっていう、そういう作業もちょっと販売店の方でやらせていただいて、で、取り付けさせていただくという仕組みになって、仕組みじゃない、やり方になってます。はい。さあ、そしてですね、こちらね、まあ、シート。みんな余裕されてるんですけど、まあ、せっかくですから、シートオープンしましょうよ。ね。中身がどうなってるのか。って見ちゃってんでしょ、なんか仕込んであるんじゃないの、何にも仕込みなし。シートオープン。ね。セルフオープンシート。結構普通に強いですね、今回はね。さあ、こんな感じになっております。はい。で、バッテリーね。バッテリーがあって。あと、これはスクリーンの、アームっていうんですかね。スクリーンのアルミのね。はい、角みたいなやつね。そう。しっかりしてる。ターセリーしっかりしてる。はい。そして、スクリーンのね、つけるためのこういろんなものがついてますね。はい。そして取扱説明書と、保証書ね。で、あとここに入っているのはあの鍵、リアボックス用の鍵ですね。そして、バーエンドね、反対側のバーエンドがついてございます。はい。あとはまあこれスクリーンつけながら時の蓋ね、スクリーンつけない時の蓋です。はい。あと仕切りメットインのね。そういうのがついているということです。はい。まあ、これバッテリーをちょっとね、外して、ね、こんな感じになって、ちょうどバッテリーがね、はまるようになってね。うん。あと、車載工具がありますか。ね。車載工具。ね。最近ね、車載工具つかなくなってきましたけど、ね。車載工具はあります。はい。で、タウスリーはこんな感じですか。ね。はい。で、ここに外すとね、まあ、USB ここにありますけど、奥の方には、新端子なのね、OBD のコネクターがここにあると。ね、ここね、台形の。キムコさんは専用コネクターじゃないんですよ。うん。世界基準のね、うん、それが初めからついてるということで、うん、いいんじゃないですか。変化アダプターとかいらないんでね。はい。で、ここに、こうやってね。で、バッテリーは前についてるので、ここにはない、ね。こんな仕組みになってますね。はい。まあ、これは閉めましょう。結構強いな、今回は。よいしょ。ね。はい。さあ、そしたら、ちょっとこれ切ってですね、これどうして切ってね、早くやんなきゃいけないかというと、まれに、この方のここに、問題があったりすることがあるんですよ。傷があったりね。前にありました。なんだこれ。開けないでこのまましばらく、外して、これはそのまま置いといたんですよ。見ないで。うん。まさかね、これ養生してあるから大丈夫だろうと思ったんですけど、大丈夫じゃなかった。あんまりね、こういうのやると、ほら、やっぱりキムコはやっぱ良くないね、なんて思う方いらっしゃるでしょ？日本のメーカーでやりましょうか？うちは、日本のメーカーだって一緒ですよ。一緒。何ら変わらない。はい。なぜかというと、日本のメーカーの場合は、
まあ輸入車ですからね、どっちもね、はい、大丈夫ね、そうね、大丈夫です、大丈夫、大丈夫そうです、 OK。 まあこの辺に金色のやつがペンってなんだろうなと思って、これはちょっとしばらくまだつけない、あのグリップヒーターつけたり、あと何でしたっけね、 ETC があった、 ETC があった、 ETC が ETC 取り付けるんだ、 ETC の取り付けがあるから大変だ、これは早くやらなきゃいけないけど、ちょっとこれから私出かけていきたいのでね、あれなんですけど、一旦これ剥がしますね。で、ちょっと雨降ってるんで、あれだって外装のチェックをねしようと思ったのに雨降ってるんで、明日でもいいかな、うん、ちょっとね、もう濡れちゃってるんで、よくわからない、うん、ね、はい、そうね、いいじゃないですか、どうですか、先にこのフィルムはね剥がしておきます、リフレクターとかに貼ってあるやつね、これすぐねダメになっちゃうんですよ、パッと見ね、ホイールとかはこれは結構、うん、これ普通にツヤがあるもんね、レーシングのツヤがないんだな、なんでだろう、わかんないけどね、はい、これはいい、はい、楽しみです、150125度の違いはエンジンが違うね、あとステッカーが、あの原付2種ステッカーが貼ってある貼ってないという違いがあります、すごい雨です、こんな感じで、とりあえずですね、入荷はいたしました。はい。ですのでね、ちょっとあと、もうしばらくお待ちいただいて、はい。納車整備をやらせていただきたいと思います。はい。ちょっとね、雨なんでね、いろいろと、あとそっか、モンスターのあれも、接続もまだやってないんで、うん、それもやんなきゃいけないですね。はい。ちょっと、なんかない。大丈夫。何もない。なんか入ってんだよこれは、あ、これ、ね、ガソリン入れに行かなきゃいけないね、ガソリン入ってないです、ガソリン入れなきゃいけないです、150はここに 150i って入ってますね、ステッカーかな、あ、ステッカーだ、125、125i ってここに入ってるのか、さりげないですね、いわゆるこう横とかにドーンって入ってないよね、ちっちゃくね、このリントのところにちっちゃく入ってる、それいいじゃないですか、でターセリーのグリップは凝っててキムコマーク入ってるんですよ、やっぱこれがヨーロッパで売るためのバイクなんだろうな、うん、でキムコマーク入ってるんですか、ちょっとね専用グリップなんですよ、外しちゃいますけどね外しちゃいますけどね、はい、で ETC をつける都合上ちょっとあのいろいろねあって、でこっちのグリップこれにする、これにするっていうね、うん、おっしゃったんで、はい、木島さんのねグリップ、木島さんのグリップのヒューズボックスがね、ちょうどこのキムコのここのヒューズボックスと一緒なんですよ。だから、上に重ねられる。そう。もう一個上に重ねるっていうね、そう、ちょっと、あ、違和感がない取り付け方ができるんですよ。いいですよ。ETC はどういうの ETC だったっけ？ね、ETC ね。はい。だから、外装外さなきゃいけないね、ちょっとね。外してやんなきゃいけないんで。まず点検して、明日ね、濡れてると分かんない、うん、傷あるとまずいですけど、はい、っていう感じで、ターセリー S150 でございました、はい、全国のキムコの正規販売店で大好評発売中、いくらですか、28万円になりました、4月1日からね、ちょっとメーカーの方で値上げがありましたんで、
税抜き28万だから30万と8000円ですか。でいいですかね。30万と8000円メーカー希望小売価格でございます。はい、それに、まあ、お店によってね、諸費用がかかるということだと思いますけどね。はい、ということで、非常にね、いいスクーターです。はい、こうスクリーンがあったりね、バックルバーだと箱を付けたりね、あと USB が手元とメットインの中に入ってたりとか、まあ、使い勝手が非常にいい。あと ABS も付いてる、大根ね。うん、これはやっぱ大きいんじゃないですか。であとフロントは16インチホイールということでね、台形ホイールなので、安定感とか、あとこう荒れてる路面のところとかもね、非常に走りやすい、そんなスクーターになってますんで、はい、大きさはまあそれなりの大きさですけど、うん、でもまあいわゆる大きいねっていうスクーターではないので、うん、まあ都心部で普通に乗っても全然通勤でもツーリングでもいろんなことに使えるスクーターだと思いますんでね、気になる方は、お近くの、いや近くないよって言われちゃうと思いますからね、正規販売店、キブコのね、二輪正規販売店に足を運んでいただいて、実車が結構あるとこあると思うんですけどね、そうでもないんですかね、まあ、うちあります、あのすぐ隣の漢字のお店にもあるみたいですよ、やっぱありますよね。だから、まあ、力入れてないところはね、まあ、一応販売店はやってるけどみたいなところだとやっぱりちょっとないかもしれないんですけど、うん、まあ、やっぱりね、いやーキムコの車両いいよってね、日本のなんかさ今入らないしって言ってね、キムコの車両やっぱりいいよって言ってね、やってるところだったら普通置いてると思いますからね。はい、まあその賛成です150入荷ということで、またお付き合いいただきました、ありがとうございます。